王権桜は日本の競争馬である。名前の由来は冠名桜から。11月28日京都競馬場の新馬戦、芝2000メートルで2番人気で4着だった。続く12月19日の阪神の未勝利戦は3着だった。3戦目は1月16日の未勝利戦で初勝利を飾った。続く500万下の拳賞を連勝し、 阪神のチューリップ賞に進むも4着となり、惜しくも、大賀賞への優先出走権は取れなかった。このため、大賀賞出走をかけて、フラワーカップに出走。3番人気だったが、直線抜け出して、重賞初制覇を果たし、大賀賞へ進むことができた。そして、本番の大賀賞は自ら逃げに打ちペースを握った。 直線戦闘に立つもアパパネに差し切られて惜しくも2着となった。続くオークスでは、中段追走も、直線で伸びきれず5着に敗れた。秋初戦のローズステークスでは、後位追走も、直線で伸びあぐねて8着に敗れた。そして、本番の週刊賞では、道中3番手を追走するも、直線で失速し11着と大敗した。中1週で臨んだ。 天皇賞では17番人気だったが、2番手追走から粘って4着となった。続く、マイルチャンピオンシップでは、竹豊騎城で、後位追走も直線で失速し16着と大敗した。初戦の中京記念では先段追走も4コーナー、あたりで手応えが悪くなり13着に大敗。 続く、中山品バステークスでは2番手で追走も、直線で失速し13着と大敗。福島品バステークスでは、道中2.3番手を追走するも、直線で伸びをかき4着。本番のビクトリアマイルでは花を主張し、前半1000メートルを56秒2の、ハイペースで逃げたが直線で失速し15着。 メグロ記念では2番手で折り合いに専念したが直線で失速し16着と大敗した。秋初戦の府中品バステークスでは、後位追走も直線で失速し13着、カシオペアステークスでは15着、福島記念では先段追走も失速し13着と大敗した。愛知杯では、後位追走も直線で伸びをかき9着だった。 初戦の阪神品バステークスでは、中段追走も直線で伸びず13着と大敗した。初ダートとなった、オアシスステークスは16着としんがり負けした。アズジジョーステークスでは3着と、構想した。バーデンバーデンカップと CBC 賞は共に4着。アイビスサマーダッシュは14着と大敗した。トキステークスは2番手追走も6着だった。 4ヶ月の休みを挟んで1月のニューイヤーステークスから指導し15着。続く京都品馬ステークスでも13着に敗れた。落葉ステークス6着を最後に2月20日付で競争場登録を抹消、引退した。引退後は生まれ故郷の高瀬牧場で繁殖品馬となる。ありがとうございます。